ではマイライフやっていきましょう。皆さんこんにちは、ミカミックスです。まあ、ちょっとね、あのなりきりプレイもやっていこうかなみたいなのを前回話してたんですけど、これレギュラーに定着したらなりきりをやっていこうかなと思います。まあ、今のところもう代打だけなんで、まあ、まだあの代打の場合は、まあ、普通に打つというところで進めていきます。まあ、あとまた別のチームと戦うことになるんで、その時は能力も見ていきます。あ、新しい彼女候補だな、フライトアテンダントさん。え、そんな簡単に教えてくれるの名前。まあ、プロ野球選手だからか。でも全然有名じゃないけどね、まだ俺たち。花形いおり、このクリスタルが毎回よくわかんないからな。北海道まで行ってんね。日ハム戦かな。好調になってしまった。4月19、一軍に慣れてきたか。大事な場面での代打か。まだ代打で存在感を見せろ。まあ、そのためには打てる選手にならないといけないからな。練習あるのみ。日ハム戦、まあ、普通に試合プレイでいきましょう。2位、我がチームは5位。ちょっと よろしくないね。エスコンフィールド北海道です。北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズ4回戦の模様をお送りしてまいります。ファイターズの先発は右の黒木、対するマリーンズの先発は左のメルセデス。この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。よし、頑張ろう。頑張ろうとか言っときながらいきなりタイムだからね。じゃあ恒例の一応うちの先発は見ますか。スタミナ D か。まあ、コントロールは悪くないね。なんか外国人にしてはなんか速球派ではなさそうだ。まあ、150出てればどうなんだろうな。なんかみんな155とか平気で超えてきてるから。マッスラ持ってるわこいつも。よくわかんない、マッスラなんなん。では黒木投手。あ、でも DD か。あ、でもスタミナはもうほぼ C に近いからね。153キロ、フォーク、ナックル、カーブ、高速スライダー、調子極端。ベンチはマーフィー、158、パワーカーブ持ってる、球速安定、ゴロピッチャー、打たせて取るっていう感じかな。河野、どちら。河野150、 D の D、 カットボール、スローカーブ、サクチに脱三リリース、打球反応、球持ち、緩急、緊急登板。これは田中正義、157、 D の D、シュート、フォーク、スライダー、伸び、脱三、外ボールピッチャー、一発持ってるね。怪我しやすい、まあ、しやすいとは書いてないけど、怪我しにくさがよろしくないっていうね。玉井投手、149キロの、コントロール D のスタミナ D、 高速シュート、カーブ、カットボール、緊急登板、内角攻め。池田投手が153の DD、V スラの高速スライダーで、ツーシームファスト、脱三持ってるね。で福田、147キロ D の E、 高速スライダー、フォークシュート、キレ、逃げ球、球速安定。矢沢、なんでこの人外野もあるんだ。153、コントロールは38、ちょっと悪い、スタミナ、スライダーと V スライダー、切れた奪三リリース、球速安定。野手能力どうなってるの。足速い、レーザービーム持ってんね。まあ、かといってすごい打てる能力でもないから、まあ、左のワンポイントたまにでもなんかあれなのかな。野手としても出んのかな。外野が入ってるからね。で山崎は先発か。149キロ、コントロール A、 スタミナ B、ナックルカーブ、チェンジアップ、フォーク、尻上がり、回復 B。 尻上がりやるとねだいぶなんか後半強くなるからね、俺としては欲しい能力ではあるんだけど、まあそんな感じです。では野手データ見てみましょう。松本の5、おめちゃくちゃバランスいいわ。しかも C、 ミートもほぼ B だしね。流し固めバント、内野安打、ローボールヒッター、カット打ち。スティーブンソン、パワー、足速っ。珍しいな、外国人でこんだけ足速いんだ。守備ができる、肩ちょっと弱めだね。内野安打、ヘッスラ、足良い。あ、万波はさすがに知ってます。肩96とかすげえ。レーザービーム、送球は B。 いや強っ、万波こんなに強いんだ。
なんかもう本当に守備っていうイメージだったけど、いやイメージだったけどっていうか、あの切り抜きでとかしか見てないから、だいたいさ、マンナビのさ、そのレーザービームとかさ、菩薩とかのところがなんか切り抜きであるじゃん、だそれしか見てないからあれなんだけど、全然打てるじゃん、てか強いわ、普通に強い。こんなすごい選手だったの、すいません見くびってました。マルティネスパワーがある、肩も強い、ただ守備はちょっと弱めで、なんかただパワー系の特能がついてるわけではないんで、てかパワーヒッターついてる人とかいないんでね、パワーヒッター、アベレージヒッター、広角打法はいたけど、パワーが B、 なかなかつかないんだなそこら辺は。レイエスだってパワー87なんてパワーヒッターとかついてないからね、どういう基準でパワーヒッターってつくんだろう。パワーがあるだけじゃ、まあ確かにパワーヒッターはつかないからな。肩はまあまあまあ悪くないけど、守備がちょっと良くないね。足もまあでも D あればまあ普通くらいなのかな。水野足がちょっと早め、悩んだのヘッドスラ、パワーは D、まあ、ぶっちゃけ C あれば全然強いからね、まあ、E とかね、なんかそこら辺の能力結構多めだしね、一軍の選手でもで、初級以外して足がちょっと速い選手ですね。伏見キャッチャー、逆境ホーム刺繍は持ってる、併殺パワー59か、肩は C、 守備は D、まあ、めちゃくちゃこう守備に特化してる捕手ではない感じでしたと、まあ、1軍2軍ちょっとね入れ替わったりするんで、まあ、1回くらいしか見ないけど、途中で入れ替わったりもしてんだろうな。で俺は大事な場面で使われてるって言ってくるから、来たね、チャンスか、もうチャンス弱いからな、俺自身が。この前は打てたけど、おお、対左へ、バツ、あ、これ打ちたかったな、初球で持っていくべきだった。第2球投げました、サークルチェンジ、追い込まれました、いや一気に追い込まれたな、投げました、三振、金曜にやられてしまいました、ダムリです、完全に変えられた、いやいるな、ちょっと1本は打っときたい、同点で迎える9回、寝てる場合じゃないだろお前、田中正義に変わってる、投げました、打ちました、いやーこの初球ストレート狙い打ちではあるんだけどな、投げた、打ちました、いい当たり、センターへ飛んだ、取りました、まあちょっと正面飛んじゃったね、またさよならと、さよなら負け、アリー敗れました、さよなら多いな、うちのチーム、そしてこのさよならをなかなか競り勝てない、さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります、劇的さよならだ、大活躍でした、すごい活躍だ、万波選手の凄さを思い知ったわ今日、ここまですごい選手だったとは。9回6号めっちゃ打ってるやん、三振は避けてほしかった、まあすいません、いや左も下がった、チャンスも下がった、めちゃくちゃ減ったわ、チャンスで出されてもな、もう俺がチャンスに強いわけじゃないから。夜からの昼デイゲームか、結構大変だな、うちの投手はダイストラ、向こうは杉浦さん、エスコンフィールド北海道、調子はなんかめっちゃ悪そうだったからね、ちょっと打ち崩してきた気がする、なんか変わってる可能性あるかな、チャンスになった時には。ファイターズの先発は右の杉浦、対するマリーンズの先発は右のライクストラ、以上の両先発。投手データでダイクストラスタミナ D か、なんか先発なんか C 欲しいよねっていうのがあるんだよな。種市強そうだね、 B あるしね、まあまあまあ、さあどっかでチャンス来るか、今日も接戦だな、いやー3点差か、まあ、とりあえず出しとくかみたいな感じで出された、もう対左やめてほしいんだけど、左で使われても、よし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 、まあ、とりあえず打てたよっていう、おでも1点にはつながった、ああもう無理じゃない、おあーあーあーあああ勝てん、また万波本当に今日はすごすぎだろ万波、ご覧いただきました一戦は8対7、活躍してるな、1点差で敗れました。
マジで野球全く見ないから。万波また打ってる。今一番打ってる人って何本打ってるんだろう。あ、なんか上がった。総力上がった。誰？友杉さん。知りません。申し訳ないですけど、知らないけど、うまいもん食いましょう。ありがとうございます。ちょっと球界データ見る。こういうの気になる。これどれを見ればいいんだ。選手記録室でいいのかな、普通に。2024年の、リーグ記録を見たい。でチームというか個人成績の野手で、あるね、打率。ちょっと打率は また違ったからね。万波すげえな。これをどこで切り替えればいいんだ。これはもうチーム別になっちゃうもんな。こっちか。これで多分合わせればいいな。本塁打。ちょっと待ってね。これを並び替えか。あ、万波万波1位だ。で、近藤、柳田。でも3本とかだかんね、まだ。3位、同率で結構何人かいるけど。すごい、万波強いわ。またちょっとホークスと対戦になった時には、ホークスのデータも見ていきましょう。今日ちょっとマジで万波の凄さを身にしみる。俺もそうなるようにパワーを上げていこう。MVP。いや、これ万波でしょ、どう考えても。セ・リーグはちょっと分かんない。ヤクルトの高橋投手。有力か。村上選手。なるほどね。見ていくっていうコーナーね。まだ決まってないんだ。そうだよ、だってまだ4月21だもんね。普通に考えて。それはまだ決まらんわっていう。うちは小島投手。小島だったはず。エスコンフィールド北海道。これでね、大体ロッテのローテーションが、分かるわ。まず小島選手が入ってるっていうのは分かった。せめてロッテは覚えたいよね。大体どういう選手がローテーションに入ってくるのかっていう。さあ、いつも左でさ、伊藤選手じゃん。伊藤は分かるよ。まっすぐ見送ってストライク。髪短いけど。一球目ストライクから投げた。スライダーもちゃんと打てない。マリーンズ結局。いや、また接戦だ。勝った。打てなかったけど。1点差で逃げ切りました。さて7回1って勝利投手のいいじゃん。小島選手。もう覚えた。小島選手と万波。カラショトランコが打ってんね、2号。俺も1号打ちたいな。絶好調の時だな。いや、しょうがないでしょ。だってもう1回しか打席回ってきてないんだからさ。だって4の1でも、別にねって感じだしね。またご利用ありがとうございます。それはだって球団で使ってるんだからさ、利用はするだろ。別に個人で使ってるわけじゃないんだから。でもそう考えると、野球ってお金かかるよね。移動にお金もかかると。だって球団持ちでしょ、当たり前だけど。パリング編投手、投手部門は日ハムの山崎、ロッテ種市もだから強いんだ。能力見た感じ強かったからね。万波やっぱ出てくるよね。近藤、オリックスの森選手。なるほど。さあ次はホークス戦だね。ちょっと練習してパワーを上げて、で、なんか寝たい気もするけどな。ちょっと寝よう。もう無理はしない方向で。で、ソフトバンク戦首位か。順位は変わらず5位。ZOZO マリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス、4回戦の模様をお送りしてまいります。マリーンズの先発は右の種市、
対するホークスの先発は右の石川。だから両投手の先発が、佐々木朗希絶対入ってるとして、さあ間もなく試合開始となります。佐々木朗希、小島、この3人はちょっと覚えたよ。あで対してで、また投手から見ていきましょう。やっぱ種市はすごいよね。ちょっとやっぱ先発は基本的にベンチに入んないから見てもちょっとわかんない。で石川投手、あ結構いっぱいいろいろプラスだったりマイナスだったり、一応スプリットちょっと投げるのか。スタミナ欲しい152、キレ奪三、ナチュラルシュート、オーツコントロール、スタミナも結構あるね。153、サグチンスラブカットボール、牽制リリース、緩急、このピッチャー、松本裕樹っていうのかな。157速い、コントロール C、 スタミナは D、 スプリットカーブスラブ、対左はちょっと良くない、脱散リリースナチュラルシュート力配分、またよし投手151、コントロールいいね、高速シュートカット高速スライダー、左は良くない、打たれ強さ回復キレ、緊急登板内角タイランナー、受け球調子安定、岩井156、みんな155超えてんな、早い、みんなマジで早い。ちょっと岩井からだっけ、リリースある球、藤井投手156、コントロールスタミナ、フォークが6あるよ、でカーブスライダー、キレ逃げ球、奪三球持ち、フライボールピッチャーで、四球がちょっとあると、でオスナ158、コントロールは B、 いいね、チェンジアップが4、カットも4ある、ツーシームファースト、キレリリース、球速安定、田村投手147、サークルチェンジがすげえな、スタミナはもう全然ないね、もう抑えで出てくる感じか多分、でスライダーとシンキングツーシームを持ってる、キレリリース、緩急、緊急登板、モイネロ、あ変化球すげえな、157、コントロール D、スタミナは E、ドロップカーブが5、4か、1、2、3、4、5だよね、V スラ3、サークルチェンジが4、伸び、回復、キレ、逃げ球、脱三、牽制、リリース、打球、反応、緩急、すげえ強い、では野手データ、シュートは知ってる、さすがにシュートもよく切り抜きでね、足速いな、走塁 A、96だよ、A の。まあまあまあパワーとかはねちょっと少なめな印象あるけど、まあ肩 C でも守備 C あるんだ、いやー強い、 S あるってほんとすごいと思う、で今宮、あ今宮はもうなんか守備うまいので、なんかね TikTok とかでしか情報ないからね、 TikTok の切り抜きでなんか出てくるみたいな、なんかそんな感じです。でもパワーも全然あるね、 C あるから。で対左も B だし、でバント職人、守備職人、本途中に決勝打を取ってる、柳田強いよな、やっぱり。何歳なの ?35 歳になるんだ、でも。もう。いや、時が経つのは早いね。弾道4、ミート C、パワー B、走力もある。で、肩もある。守備はちょっと悪いけど。盗塁は全然できないんだ。で、広角固め、満塁さよなら、レーザービーム、ラインドライブ決勝だ。悪気打ち、エラー丸。選球眼。4番は山川なんだ。パワー、やっぱめっちゃあるね。で、あとはまあ、普通みたいな。フルヒッター。で初球満塁、いやとか思ってんじゃん、すごい、対ストレート決勝マルチさよなら悪球三振併殺、今度なんだっけ MVP 候補出てためっちゃ強い、全部がめちゃ強い、ミート B、 パワー B、 走力 C、 肩 B、 守備 C、 すげえ全部 C 以上じゃん、アベレージヒッター広角打法持ってるし、すごくこの人どうせまた知らないのかみたいな、なんか来る思ってんだろうなみんな、知らないよ知らないです、で D と C、 そうだよね、だってもうこれめっちゃかわいそうだよね、これもう全部 C 以上でさ、 C か B で構成されてさ、栗原選手は C か D で構成されてるからね、まあ一応ちょっともっと細かく見て、キャッチャー G、 でもキャッチャーでもやらなそうな、本当になんかキャッチャーいなくなっちゃったって時にキャッチャーいなくなっちゃったとかあんのかな、だって甲斐がいるからね、ソフトバンクは、でウォーカーはパワー選手だね、広角打法持ってて、パワー B の走力速い、守備はまあちょっとあれだけど、送球も悪いし、甲斐キャノンがあるからね、肩が S だ、 S とかあるとほんとすごいと思う、怪我しにくさ、送球 B、 キャッチャーがこう上手い人ってやっぱなかなかいないんだな、キャッチャーついてる人っていなくない、パリーグで、牧原はミート C、 足が速いね、内野安打、初球、肩、守備も全然いいわ、で石川か、あ結構やっぱでも打率が、打率ってなんだこれ打つのがすげえみんな強えな、打
ちのチームはどうなんだ、まあ、どっちかっていうとなんか足寄りだよなっていう感じです。よしやってこう。早速1点取ってるぞ。誰か打ったのかな。ヒット1本で1点取ってっから、あちょっと待って、結局点取られてるわ大丈夫ロッテ。いやこれまた来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 た、これガチで行きたい。松本、あリリーフかかったわ。魔球と呼ばれるサークルチェンジ、出番が倍増。ちょっと全部読むだけの時間欲しいんだけど。いや行くぜ、まあ、リラックスして、リラックスからのちょっとこれは打つでしょう。もう狙い球よ今のは。走者一掃にはなるか。一掃するなこれ。よし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 、逆転じゃん。これはもうマジで爆上がりでしょう。しかも初球取れたよ。これリリーフとしてはちょっとかわいそうだよね。リリーフで出てきて初球でいきなり打たれて走者必勝、うわマジかってなるよね。いやそれもまた野球です。これはめちゃくちゃ盛り上がるよ今日は。よしそのまま勝ったよ。これマジでマジで俺ヒーローだよ。決勝打にもなってるしさ、逆転だよ。この中に混ざってないけど、俺いないけどさ、もっと喜びをみんなと分かち合いたい。6回4点に抑え、まあ、でも どうなんだ、4点取られたのかっていうのはあるけど、6回で。いや決勝だとなるタイムリーヒット、もう一発では本当に一瞬の輝きでした。もうそれしか答えることはありません。実況担当は皆さん応援よろしくお願いします。まあ今のところちょっとアベレージヒッター系になってるけどね。岡さんが1回1号あ打ったのか、やっぱりホームランだったんだな。どうですか監督、1打数1安打3打点、ヒット打ってくれた、それだけ。もうちょっとなんかベタ褒めしてくれよ代打チャンス、対比代決勝だ。ファン120人、いろいろ上がったな今日は。でも調子が普通になっちゃった。こういう時こそ頑張っていかないといけないからな。連携練習って何、あちょっとまだそこまで出てないからね別に。まあ、まずは CC を目指す。でソフトバンク戦、スチュワートジュニア、お佐々木朗希だ。ゾゾマリンスタジアムです。やっぱこういう時勝ちたいって思うよね。他の人が別にだからダメって言ってるわけじゃないけどさ、やっぱ勝てるチャンスだからね。めっちゃ打たれてるけどねめっちゃ打たれてもう勝てないよ今日佐々木投手どうした。スチュワートジュニア降板、マウンドに上がったのは藤井、これが8試合目の登板。マリーンズ打線が相手にどういった投球を見せるか。マリーンズ追う展開で2回目の7回です。第9球フォーク6番のか、いや落ちるわ。変化球にキレがあります。第2球投げました、打ったと、あ無理だな、ちょっと上がっちゃってんな。センター掴みました、ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト。おでも取られてる。これはツーアウトか。マリーンズオスナ第9投げました、打ちました。うわムービングファーストかよ、打てませんでした。アウト、スリーアウトチェンジ。マリーンズ三者凡退に倒れました。しょうがない負け試合で、もうふーわもう大量点取られてんじゃん。大差で敗れました。ご覧のように本日の試合、さて本日のヒーローはシュート。今日3打点を挙げる活躍を見せました。本当にシュートとか塁に出たら終わるかんな、うちのチーム絶対走られても点取られてるよ見てないけどさ。12対5、悲しい。まあ毎日ね、別にそりゃ打てるわけじゃないから、こういう日もあるし、でちゃんと打つところで打ってっから。でソフトバンク戦まで行きますか。ちょっと練習しよう、練習して
て、試合先発は西野で相手が大関、大体まあこんな感じか、スターティングオーダー、まあ荻野選手がいてみたいな。ゾゾマリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス、6回戦の模様をお送りしてまいります。マリーンズの先発は右の西野、対するホークスの先発は左の大関、この両投手の投げ合いです。さあ、ま、1点取られてるよ、またお、1点取った。おお、今日はいいんじゃない。ああ、どういう場面、チャンス、なるほど、1点リードのチャンス、この1点取れればめちゃくちゃでかいね。しかも7回だからね。ラッキーセブン、あ、リリーフ松本、これが13試合目の登板、今日は配球にも注目したいと思います。対第9投げました、初球どうですか。打球は中間に上がっている、ダメだ、2塁に戻ります。打てなかった。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。試合としては勝ったけど、いや、ちょっと最近打ててないな。さあ、本日のヒーローは2名。ああ、でも西野5回に失点か。まあまあまあ、今の評価どうなってんだ俺の。ちょ、次打てないとちょっと、そうだよね、もう少ししっかりしてほしいですよね。給料振り込まれたけど46万円とかすごいな、毎回毎回思うけど。という感じですね。先のカレンダーを見てみると、次はまた楽天戦があって、オリックスちょっと見てないよね。なんでオリックスこう開いたんだろう。楽天だって、楽天からこう見始めて、で西武見て、でファイターズ見て、ホークス見てっていう感じだから、まあちょっと試合の感覚はよくわかんないんですけど、まあ打てるとこは打ってっていう感じで、まあ選手もいろいろちょっとずつ覚えていきたいと思いますので、ちょっと温かい目で見守っていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。